今日は私のお気に入りのアクセサリーを紹介していこうと思うんですけど、その前に2つお話が、ちょっとしたお話があって、まず1つ目が、なんだっけ、そう、次の動画で、念願の質問コーナー、第1回目の質問コーナーをやろうかなっていうふうに思っていて、皆さんにお願いなんですけれども、どんな質問でもいいし、本当に失礼な質問でも何でも、いいので、はい、面白い質問を、この動画のコメント欄にお願いします。はい、で、2つ目のお話は、はい、私メルカリをやっていて、普段結構メルカリでお買い物をしたりするんですね。それで自分でお洋服を出品したりとかもしていて、でもしよろしければ見に来てほしいなと思って、検索するところあるじゃないですか。そこにカホアートってカタカナで調べていただけると多分出てくると思うので、ぜひ遊びに来てください。暇な時にお洋服とか出品しようと思ってるので見に来てください。はい、で、私もう少しでね、あと何日ぐらい、1週間ぐらいかな、1週間ぐらいで11歳じゃなくて23歳になるんです。はい、で、私結構派手な服が好きなんだけど、もうそろそろちょっと卒業はしないけど、年齢的にね、ちょっと厳しいなって思うお洋服も結構あるので、そういうものを出品していこうかなと思ってるので、ぜひ見に来てください。ということでね、少し長くなってしまったんですけど、早速私のお気に入りのアクセサリーを紹介していこうと思います。はい、ということで私のお気に入りのアクセサリーを紹介したいと思うんですけど、本当にお気に入りのものしか紹介しないので、よろしくお願いします。まず1つ目、今つけているこのネックレスでございます。ちょっと待ってね。こんな感じのガラスのね、靴がモチーフになったネックレスでございます。私、ゴールドのネックレスがすごい好きで、これは本当にお気に入りです。じゃーん！かわいいでしょ？キラキラしていてすごいかわいいです。こちらはディズニーリゾート、東京ディズニーリゾートに売っているもので、確かね、5000円ぐらいでした。ちょっとね、高いんだけど、もう、どんなお洋服にもね、合わせやすいので、お気に入りです。こちらにあるものすべてディズニーリゾートのアクセサリーでございます。とてもお気に入りです。はい。続いてイヤリングなんですけど、私耳開いてなくていつもイヤリングをつけています。こちらね、すごいお気に入りで、これは確かクレアーズで買いました。600円ぐらいかな、値段は忘れちゃったけど。こういうのすごい、いろんな服に合わせやすいし、大好きです。あとイヤリングにね、見えないから、パッと見ピアスに見えない、あんまりね、イヤリングに見えないからお気に入りです。はい、続きましてこちら、じゃん、キラキラ。これは結構イヤリングっていうのがすごいバレバレなんだけど、でもお気に入りこれもね、クレアーズで600円ぐらいだったかな、多分。次は指輪です。じゃーん、ピントが合わない。この指輪ね、すごいなんかお気に入りでいつもつけてます。内側がね、なんかブルーになってて可愛いです。何の模様なのかよくわかんないけど、本当に毎日つけてます。これはね、どこで買ったのかわからなくて、気がついたら家にあったんですね多分私買ってないと思うんだけど、なんか気がついたら家にあったのでつけてます。はい、ということで私がいつも使っているアクセサリーはこれくらいです。ネックレスとリングに関してはもう本当にこれしか使ってなくて、イヤリングはその時のお洋服だったり気分で、このイヤリングどっちにしようかなっていつも考え、そんな考えないけど、本当にこのアクセサリーしかね、最近は使ってないです。はい、ということで今日は私がね、はい、はい、ということで今日は私のお気に入りのアクセサリーをご紹介していきました。はい、少しでも参考にしていただけると嬉しいです。はい、本当にね、ディズニーのディズニーリゾートのアクセサリーすごい可愛いので、ぜひディズニーランド、ディズニーシーに行った際は見てみてください。はい、
今日はちょっと短い動画ですけど見てくれてありがとうございました。コメント欄に質問お願いします。バイバイ、またね。